あと後半国会の目玉でありますけれども、政治とお金の問題について、昨日この連休明けからですね、その与党案を取りまとめるということで、再三協議がされているやに聞いておりますけれども、まあ漏れ伝わってくるメディアの皆さん方のこの情報を、まあ、見聞させていただきますと、これで国民の皆さん方の、まあ、信頼感を取り戻せるであろうかというのが、まあ、率直な感想です。例えば、まあ、国会議員の資金移動の際の公開基準の厳格化とかですね、当たり前の話で、これをなんか話し合って、すごい、まあ、合意をしたというような見せ方をしてもですね、この国民の皆さん方が納得をするということにはならないと思います。やはり今回のこの政治とお金の問題の原因であります企業団体献金の禁止であるとか、まあ、パーティーをどうするのかというようなこともありますし、政策活動費をの透明性をいかに分かりやすくするかというような本丸の話をしていただかないと、自公で合意しましたよと言ってですね、それを我々に提案されても何の感想もないというのが、まあ、率直な話になるというふうに思います。やはりこの今回の改革は、まあ、その議論も大事ですけれども、やるかやらないかということが私は非常に大事だと思いますし、国民の皆さん方はそこに注目をされておられると思います。旧文通費の問題についても2年半棚ざらしになってきているわけでありますから、これは旧文通費の問題も議運で議論をするとか何とか言っていますけれども、きちっとですね、結論を導き出していただくと、そして野党側も各党、まあ、平常行われている政党間の駆け引きということに終わらないように、まあ、言った限りはやるという覚悟でですね、これ交渉しないと、まあ、足元を見られて、見られた状況の中で、交渉してもこちらが成果物を取るということにはならないと思いますんで、ここは我々胸を張って言えるのは、言った以上はやるということで全てやってきました。ですから他の政党も野党の皆さん方も言ったことはやるということを前面に出していただいて、もう結末の見えているこのやり取り、そういうことではなしに、最後は差し違えてでもやるぞという覚悟をぜひ見せていただきたいというふうに思います。まあ、衆議院の政倫審の方も、昨日ですか、このまだ疑惑のある自民党の議員44名の審査を求めると、これは我が党も同意をして賛成をしておりますけれども、まあ、この44名の議員さんを順番に読んでですね、まあ、政倫審を開いてももっと他にやることあるでしょというのが率直な国民の感想だというふうに思います。まあ、政倫審を開くということに固執するよりもですね、先ほどから申し上げています一般の国民の皆さん方がなるほどと、それなら政治をもう一度信頼してやろうということをですね、実現していくというところに、まあ、力を使っていくべきではないかなというふうに今考えているところであります。私から以上です。はい、それではご質問のある方は社名とお名前、そしてご発言の順番で、お願いをいたします。はい、ではこちらお願いします。 NHK の谷です。入ってる。すいません、自公協議の関係でお伺いします。今その自公協議の中で焦点の一つとなっているのが政策活動費のあり方でして、自民党側は、党が支出項目ごとに分けて金額を開示するということを言っていまして、公明党側は議員の方が使い道の明細書を党に提出して公開すると
言っていて、この細部の議論でなかなか合意に至っていないという状況だそうなんですけれども、維新の会の案はなかなか公開できないお金はあるよねという前提に立った上で、公開の基準も含めて、要検討というスタンスでいらっしゃったかと思いますが、このあたりの自公協議の議論についてどのようにご覧になっているか、お考えをお聞かせください。はい、政策活動費の部分については我が党は有言実行という観点から考えて、現実的な提案をさせていただいています。我が党でいうと飲食もしくは世論調査、政策提言、そういったものに、この政策活動費使わせていただいているわけですけれども、いずれも相手がある話でありますし、プライバシーを守らなければならないという観点もあります。したがって領収書はすべて今までもありますし、公開せよということであれば公開はできます。ただ相手方のこのプライバシーをいかに保護するかと、例えば領収書の名前や個人企業が特定される部分については黒塗り網掛けをすると、これは各自治体なんかでも公文書公開するときにそういった措置はなされていますので、私はこれやってしかるべき手立てだというふうに思います。ですから我々が提案していることというのは、国民の皆様方にもご納得がいただけ、そして現実的にこの社会的通念に照らし合わせてご納得いただける、そういうことを提案させていただいていますので、細かな部分はまだまだあると思いますけれども、方向性としてはですね、やはり領収書は公開すると、そして外部監査を受けるということで、進めていくべきではないかなというふうに思います。はい、毎日新聞の田中です。関連して、自公協議の、その後のことについて お尋ねします。与野党協議始まりましたらですね、野党案の共同提出ということをまだ立憲さんの方は模索されているようですけれども、先ほどの代表おっしゃった通り、やはりその野党案を出すにしても、それぞれの改革案をすぐやるかどうかというところで、立憲さんとは意見の隔たりがあるということで、合同提出に至らないというこれまでの説明でしたけれども、現時点でその溝はまだ埋まる可能性というのはないのか、見通しとしてはどうなんでしょうか。はい、我が党としては幹事長レベル、また国対委員長レベルで、何度もこの法案提出の件については協議をさせていただいています。我が方からの条件はたった1点です。有言実行で言ったことをやるかどうかと、これを、立憲民主党さんは受け入れないと、現状そういうことをおっしゃっています。イコールフィッティングというんですか、みんなが同時に赤信号を渡らなければ渡りませんということですから、そこが折り合わないとなかなか難しいと思います。先ほども申し上げましたように、これまでの各政党間の、交渉やり取りというですね、私から申し上げると茶番劇、これはもう国民にバレてますから、やるかやらないかというところを国民は見ていただいていると思いますので、やらないと宣言しているそういう改革案には我々としては乗れないというのが結論になると思います。はい、それからですね、自公協議もし、週内まとまれば、おそらく来週から野党協議本格化していくと思うんですけれども、衆議院の現在の、日程を考えると、再来週頃には衆院を通過しなきゃいけないというタイトなスケジュールの中で、国会会期の延長については現時点でその必要性についてはどうお考えでしょうか。それはまだそこに言及するのは早いのではないかなというふうに思います。今後今おっしゃっていただいたように、各政党間で協議をし、政治改革特別委員会でこの議論をしてですね、まだ時間が足りないという状況になれば国会延長を視野に入れていくというのは当然のことだというふうに思いますので、できるだけ時間的な制約に追いかけられるよりもですね、中身の部分でこの国民が納得できる、そういう着地点に我々としては着地をしたいというふうに考えています。あともう一問です。終盤国会にですけれど、少し早いかもしれませんが、
内閣不信任案の提出というのは、まあ、あの会期末なされますけれども、まあ、現時点でもしあの立憲がですね、提出した場合の対応についてはどうお考えでしょうか。はい、あのこれはあの我が党のルールとしては、両院議員総会で議論をするということになっています。でこれまでの対応は、この夏になれば盆踊り、年末になれば餅つきと、恒例行事のように不信任案を出すことについて我が党は反対というスタンスを取ってきました。ただ今回は政治とお金の問題、その後のこの政倫審の対応、また政治資金規正法の改正の今の議論、まあ、こういうのを見てですね、まあ判断をしなければならないのではないかなと。まあ、今回に限っては私は恒例行事というふうには個人的には見ていないということは申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ後ろお願いします。はい、テレビ朝日の森本です。政治と金の問題の実態解明についてお聞きします。先ほど代表は冒頭で政倫審の44面の申し立てについては、まあ、この方が一人一人読んでやるということについては、まあ、否定的な考えを示されました。まあ、特別委員会で実態解明をしていくこと維新は、まあ、そこの場ではないという考え方もおっしゃってますが、まあ、実態解明というのはどのように進めていくべきだというふうにお考えでしょうか。はい、まあ、多くの今回の44名含めてですね、先の政倫審に出席された議員の皆さん方もすでに司法のこの捜査の手を、まあ、通っておられるというふうに今側聞をいたしております。ですからこれは日本の国というのはですね、司法立法行政と三権分立ということが大原則になっていますから、私はもともとこの立法府でいろんなスキャンダルが起こったときに事実関係を徹底的に究明するということは非常に疑問視をしてまいりましたし、その限界もあるのではないかという考え方もしてきました。したがって今回の問題もですね、すでにこの司法の検察の調査捜査そういうものが終了している段階でですね、この行政府立法府の一員である我々がどこまで現実的にその事実を究明できるかというふうに素直に考えればですね、私は無理じゃないかなというふうに思います。ですから国民の皆さん方ももうそれお分かりいただいていますから、この政倫審をまたやってですね、延々と44名の議員を呼んで毎回毎回同じ話を聞いてですね、なるほどと納得される国民の方いらっしゃらないと思うんですね。ですから答えはもう国民の皆さん方も分かっておられるわけですから、もうそういうところは切り離してですね、前に向いて、この再発防止策、また、この倫理観を高めていくためのまあ、アクションを起こしていくべきではないかなと、そういうふうに思います。次の方。読売新聞の五島と言います。冒頭の政策活動費についての質問に戻ります。自民はその項目ごとに開示、あるいは公明は明細を議員が提出というレベルの話をしているわけですけれども、今後の協議の中で維新としてはこのような事項の案を飲む余地が多少なりともあるのかどうか、代表のお考えをお願いいたします。まあ、各党の協議の中でどういう、まあ、折り合える点があるのかというのは実際やってみないとわからないと思いますが、まあ、国民側から見てそのお金をなぜどのようにいくら使ってるんですかということをですね、国民の皆さん方に説明する責任があると思いますので、ですからそこはまあ、いろんな手法とか手続きとか処理とかあると思うんですけれども、それは協議をする中で、なるほどこれなら納得ご納得いただけるなというような中身になればですね、妥協していくということはあり得るということは申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。こちら、関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。先ほどの政治と金の話に戻りますけれども、
先ほど代表はその、まあ、延々とその成林市のような場で、まあ、全員こう呼んでもっていうところであったりとか、まあ、司法の捜査っていうのを通過している中で、まあ、立法府のその実態究明に限界があるというお話されましたけれども、そもそもその検察の捜査って目的が違ってまして、法律に違反することを、まあ、法律に違反している人をまあ罰するために、まあ、法と証拠に基づいて処分するっていうのは目的だと思うんですけども、成林審っていうのは政治責任があるのかないのかっていうのを問う場のような気がするんですね。で、実際にその刑事処分が出てない人についても党が例えば処分してたりするっていうのはあるわけですよね。だからやっぱりそれでもその立法府でそういう成林審の人を呼ぶ、いろいろ話を聞くっていうのが無意味なことなのかどうかっていうのはちょっと疑問が残るんですが、この辺いかがでしょうか。まあ、ですから現実的なことをシミュレーションしてください。頭の中でこの間行われた成林審、あれよりもっと低いレベルのことが延々と行われるわけです。でみんな同じことを言うわけですから、特にその、まあ、奇数の若い議員さん等についてはですね、なぜどのようにその意思決定がされたか分かるはずないんですね。それをずっと44人やって国民の皆さん方がなるほどというような展開になるかどうかということを現実的に頭の中でシミュレーションしていただいたらいいと思うんですね。ですからそれは政党に所属している以上政党の処分というのは出てきます。それは倫理的な部分で処分をするということはありえます。なら国会という立法府が倫理的に処分できるかといえば、それは用途のことがない限り私はできないと思いますんで、立法府と司法のその立場をごちゃ混ぜにするのは私は良くないというふうに申し上げているところであります。実際その今の話でその現実的に今頭の中でシミュレーションしてみましたけどもね、まあ延々と同じような状況が続くことは容易に予想はされます。だ一方でその延々と続いて全然真相解明進んでいかないっていうのの責任っていうのはやっぱり真相を語らない人にその責任はあるんじゃないですか。それは権限がありますか、立法府に。それを真実を語らせるというその権限がありますか、立法府に。それ権限がないからって追及の手は諦めてしまうのがいいのかどうかっていうのが国民の目線からするとなんかもうちょっと頼んない感じになっちゃうのでもうちょっと頑張ってほしいという。それはあなたの試験ですね。はい、はい、あ、どうぞ。再び関西テレビの鈴木です。すみません、先ほどの話の続きですけども、政治と金の今回の問題について実態解明っていうのはもう限界まで達したというふうにお考えでしょうか、あるいはまだ余地があるとお考えでしょうか。まあ、成林審以上のことをするということであればね、まあ、その可能性は出てくると思いますが、成林審を一度やってみてあれが何の効果があるのかなと、私は地元へ帰って、地域の皆さん方のお話聞きましたけども全く無意味だと、もう二人見たらお腹いっぱいでもう十分ですということをおっしゃっていました。まあ、それぞれの人がどういうことを言うのかということに対して国民の皆さんが興味関心を持っているのではなくて、今やもう政治全体にですね、政治と政治家全体にこの不信感が持たれているわけですから、その不信感を払拭するということに我々としては最大限力を使っていくべきであるというふうに思います。やはり実態解明という意味で言うと成林審はもうあまり意味をなさなくて、もうそれ以上の参考人招致であるとか証人喚問であるとか、それならば可能性はあるという考え方なんでしょうか。証人喚問すれば偽証罪に問われますけれども、これも立証する必要性があると思いますので、偽証罪どこがその偽証なのかという証拠をですね持っていなければやっても意味がないというふうに思います。ありがとうございます。ご質問ありますでしょうか。ないようでしたら本日はこちらで終了とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。